機種が機種を目指したエピソード教えて、に対する視聴者の反応集。競馬村って言われるくらいコネが重要視される世界らしいけど、そういったバックグラウンドなしでこの業界を目指した人や成り上がったエピソードを教えてほしい。それこそ馬の育成を片手間にやってた農家生まれの岡部くんとか、的場さんもそんな感じよね。実家がコネ農家兼競走馬の生産者だったのがきっかけ。ここら辺はまだ農耕馬が当たり前にいた時代だからこそだよな。現役どころで有名なのは戸崎か。あまりに知識がなくて地方の競馬学校入学しちゃったやつ。一般家庭の野球少年で知り合いから、身長低い式種やってみたら、と言われて中央と地方も知らないのに中央と南関東のリーディングを取った人。拾った子犬が闘牛館倒したせいで転んだお母さんが怪我して病院に行ったら、偶然いた競馬関係者に騎手向いてるよと言われたのが全ての始まりの一般家庭出身ミユピー。漫画の第一話かな？ミユピーの人生なんなんだよ。漫画か小説だろこれ。騎手になったエピソードが不思議なミユキさん。ミユピーは逸話が多すぎる。どのテーマにしても話題が出るのおかしいって。父がサッカーコーチゆえにサッカー少年だったミユピー。中学生になりテニス部の女の子に恋をする。サッカーはやめてテニス部へ。そんなさなか、ステイヌと出会う。ミユピー、犬飼いたい。父、県大会でベスト8になったらな。まさかの県大会で2度優勝する。約束通り犬を飼う。そして最初へ。マッツヤマーやろ。もともと動物好きなところや騎手への憧れといったものはあったが、父の、勉強が嫌いなら騎手になったらどうや？という一言で騎手に。グーになんでお前騎手になったんだよって人がいたりする。北海道の進学校退学してこの世界に飛び込んだやつと会社一族の生まれでガチお金持ち学校にいたのを捨ててきたやつとか。なほちゃんお医者さんの娘なんだっけ？もともとカメラ持って競馬場通うくらいのカメ子で将来は JRA に就職か10位かって考えてたけど、女性ジョッキー藤田奈々子の活躍が決定打になって披露学園辞めた。同期曰く、移動中でも本読んで勉強していた。賢すぎて自分たちではナホが何の話してるのかわからない。競馬好きのお父さん、パン屋、に騎手はいいぞと言われ続け騎手を志したわしず。競馬学校で父同士化を合わせた時は、同期のタイガの父角田光一を見て、あのノースフライトの角田さんだよなぁ、って言ったエピソードただの競馬おじさんすぎて好き。身長小さいし運動神経はいい方だし高校より受験日早いからで受けたた豊かとか風のシルフィードにハマってただけでそれ以外競馬のことわからなかった吉田豊か母親が競馬学校受けたらって言ったから受験したらなんか受かってた高校受験して合格してたのに騎手向きな小柄な子を探していると小牧家の林家に牧場スタッフが相談に来ていたのにもかかわらずなぜか知らないうちに隣の家の太しがなるよと話をつけられていた小牧太し最近話題のこの人も似たような感じで騎手候補生を探していた調教師に近所の牧場の人が紹介したのがきっかけで騎手にダビスタがきっかけで騎手を志した藤掛騎手競馬学校の試験を受けるまで乗馬経験がなかったとのこと和夫以外は非競馬村出身だらけの割と珍しい清奈27期ダビスタといえば実は丸ちゃんも同級生がダビスタにハマっていて一緒にやらないかと誘われてハマって競馬の世界に小学生の時に入院していた病院に王さんが来て抱っこしてもらったというプロ野球選手みたいなエピソードあるのに騎手になったエビショーさん最近引退した山田圭司くんも一般家庭から志した人なんだよねしかも母親を早く楽させてあげたいってのと弟たちの学費を出してあげたいってのが目標だったのがまたオペラ王の調教師は花屋の従業員から騎手への転職集団就職で鹿児島から東京に出てきたんだけど小柄だから騎手になれるかもって思って布施厩舎に頼み込んで弟子になって27歳でようやっと騎手になってダービー勝ったりなんたりして調教師なるかと思って勉強してたら突然幼馴染が社長になって馬主資格取って押しかけてきてグランドスラム馬預けてきたり他にも当時の生涯王者や牛の面倒を見ることになった岩本一蔵の奇妙な人生流星と中学同じクラスで脳内競馬野郎と仲良くするうちに俺も騎手なりてーと思うようになって1年遅れで競馬学校に入学した川又健二サッカー少年で高校入ったは良いもののサッカーで大成するビジョンも湧かず、高1の進路の授業で、俺これからどうしよっかな、
と考えた結果が騎手だったと見た。派手なエピソードはないけど、長野武蔵騎手は両親ともに競馬とは無関係の人なのに、幼少期にいつの間にか馬を好きになり、競馬中継を見始め、親に頼んで正午で乗馬を始めてその後ジョッキーになるという競馬村にいるとしか思えない最短ルート歩んでるのがめちゃくちゃ印象に残ってる。うちパクも最初は体操選手になりたかったけど紆余曲折あって騎手になった人だっけ？数年前まで爆中できる身体能力は体操選手目指してたからだったのか。うちパクさんは一緒に体操やってた兄が体操をやめて騎手になったのがきっかけで、自分も紹介してもらって騎手に。車が大好きでフェラーリに乗りたくて、テレビに出てた武豊が億を稼いでいるという話を見た父に、これやったらフェラーリ乗れるぞ、と言われて騎手になった中井雄二。家の近くのイオンで中京競馬場の無料入場券を配っていたのをもらい、せっかくだからと見に行ったとこから騎手を目指した小沢大と。万栄だけど紙の漁師を15年やっていたもののやめ農家になろうと十勝に。それで万栄競馬を見たのがきっかけで厩務員になり38歳で騎手デビューをした林康文騎手。